三田金谷古墳は石川県白衣郡宝達清水町に所在する古墳である。1982年国の史跡に指定された。現在、隣接する石坂鍋山古墳群と合わせて桜の里古墳公園として整備されている。三田地区の小浦川に臨んだ丘陵すそに立地する。長径21メートル、短径18.5メートル、 高さ3.5メートルの楕円形の紛球をなし、能登では最大級の横穴式石室を構築している。石室は全長9.85メートル、奥壁幅2.65メートル、高さ2.76メートルを測る。奥壁に沿って置かれた組合式毛型石管は底辺で長さ2.30メートル、幅1.10メートル、高さ1.27メートルを測る。 業界岩製の遺体紙8枚で棺ぎみを作り、さらに地儀状の突起を作り出した4枚の石材で、二石を構成している。この石棺は1970年に、県の有形文化財に指定された。石室、石棺は1903年に発掘され、耳は、鉄刀、唾、鉄属、通す、数の層は、辻金具、具、末木、弾きなどが出土した。 これらの遺物は東京国立博物館や地元の日立山、成り寺などに所蔵されている。築造年代は6世紀第4四半期と推定され、能登の白衣周辺を代表的する後期古墳である。ABCD 日本古墳大事典261ページ3伝、金谷古墳、石川の遺跡。ありがとうございます。